はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。味覚障害の進行病状についてなんですけども、なんと食べられへんかった納豆が食べれるようになりました。たまたま買ってきてくれた納豆の味が良かったのかもしれないですけども、嬉しかったですね。息子が納豆を食べたいと言って納豆を食べてました。はい、いいな、いい匂いやな、やっぱ美味しそうに食べるよな、美味しいもんなって言ってたら、奥さんも納豆かけご飯、黄身だけをこうパカッて入れて、僕の食べられへん生卵を入れてですね、グラグラーっと混ぜて食べてました。めっちゃ美味しそうやん、なんなんそれって思ってたんですよ。で、我慢できへん、食べてみようと思って食べたら、食べれたんですね。美味しかったです、すごい美味しかったです。美味しくいただけることが分かりました。まあ、このように味覚障害って言うても山あり谷ありなんですよね。味がするせえへんもそうですし、口が痛い痛くないもそうですし、今は比較的痛くない時期です。なので食べれるもの、まあね、先日の豚の角煮も美味しくいただきましたし、でもあれ以上まあ歯ごたえがあったら痛かったなと思うんですけども、美味しくいただくことができました。納豆ね、食べれてよかったです。さっきはそんな感じでした。最後に見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。